ご覧いただきありがとうございます。今回はラリーガ第19節レアルマドリード対レアルソシエダの一戦についてお話ししたいと思います。本当は試合が終わればすぐにその場で動画をアップしたいんですけれども、ちょっとバタバタしていまして、この時間のアップとなってしまいました。結果はご存知の通り0対0のスコアレスドローで終わりました。データを見ますと、シュート数はレアルマドリードが20本、ソシエダが8本、ボール保持率はレアルマドリードが 62%、 ソシエダが 38% ということで、一見データだけを見るとレアルマドリードの一方的な試合に見えそうなんですけれども、実際はソシエダも決定機を作ったり、アウェーのレアルマドリード相手によく戦ったなと思います。で、簡単に試合を振り返りたいと思うんですけれども、レアルマドリードの時間が長くなる前半かなと思っていたんですけれども、実際試合が始まるとソシエダはボールをつないで保持するスタイルっていうのは変えなくてですね、すごくいい試合の入りだったと思います。で、前半6分左サイドバックのアイヘムニョスのクロスから兄貴が触れず、もう触れば1点っていうシーンだったんですけれども、これはもったいなかったですし、まあ、ダゾーンの解説から言われていた通り、兄貴はちょっとね、簡単なシュートを外しているというようなイメージがありますね。で、前半14分、ビニシウスの個人技から一気に決定機、ボール一つ分ギリギリ外しましたけれども、めちゃくちゃヒヤッとしました。で、このすぐあと前半17分に久保の左サイドのためからアイヘンがオーバーラップ、折り返しのこぼれ球をイジャラメンディがシュートしまして、これもボール一つ分外れまして、かなり際どいシーンでした。で、前半46分ですね、ブライス・メンデスのバックパスがミス、一気にレアルマドリードが決定機を迎えますが、ビニシウスのシュートをレミーロがビッグセーブ、もうめちゃくちゃヒヤヒヤしましたし、レミーロのビッグセーブはすごかったですね。で、後半51分に久保の自陣からレアルマドリードのディフェンダーナチョのボールをカットして、一気に鬼キープからのドリブル、兄貴にラストパスするも兄貴は枠を捉えられずと、まあ、結果オフサイド判定になってしまったんですけど もうめちゃくちゃいいシーンでした。前半60分にはパブロマリンとの連携から久保が右サイドからシュート、クルトワのセーブに合いましたけれど もう思わず声が出てしまいました。かなりいい崩しだったと思います。前半64分、久保がパスの出しどころがない状態で少し溜めてしまったところ、レアルマドリードのカマビンガにつつかれまして、このこぼれ球にスライディングしたアリツが負傷退場と、でオラサガスティと変わったんですけれど もうどう見ても時間がかかりそうな感じの負傷退場だったので、いやー、さすがにソシエダやばいなと。ゴロサベルもソラもいない状態ですから、もう右サイドバックがいませんので、ちょっとどうなるのか本当に心配です。で、後半68分、久保がゴール前抜け出しまして、絶好の決定機、まあ、相手に少し引っ張られたのも影響してなのか、ボールが流れてしまいまして、クルトワのセーブに遭いました。このクルトワのセーブに遭ったところ、久保はスライディングで入りまして、まあ、久保はイエローカードをもらいました。もうめちゃくちゃ決定機で、これは本当に惜しかったですね。で、後半71分、ビニシウスの抜け出しから決定機、ビニシウスがループでシュートを狙ったんですけれども、レミーロが最後まで体勢を崩さず体を残してスーパーセーブ。いや、レミーロすごすぎますね。で、この後お互いオープンな展開にはなったんですけれども、まあ、決定機をなかなか迎えられず、試合はそのまま試合終了となりました。で、この試合のマンオブザマッチがロドリゴだったんですけれども、まあ、ちょっとよくわからないですね。昨シーズン久保にパンチしてから、あんまりロドリゴ個人的には好きではないんですけれども、まあ、それは置いておいたとしても、あのロドリゴがマンオブザマッチっていうのはないんじゃないかなと。まあ、レアルならビニシウス、ソシエダならレミーロか久保でも良かったんではないかなと思いました。で、この大一番、試合を惜しくも引き分けましたし、まあ、久保も間違いなくソシエダの攻撃陣を牽引していて、
やっぱりこのレベルでも本当に頼もしい存在なんだなと、改めてすごい選手だなと思いました。まあ、なのでね、引き分けてしまったんですけれども、やっぱりね、ここまでフル出場でここまで活躍できる久保を見れたっていうのは本当に嬉しかったですね。で、次こそはゴールやアシストの結果がつけばいいなと思います。で、ソシエダは次節ラリーが折り返しとなります第20節レアル・バジャドリードとの試合を控えております。試合は日本時間で2月6日月曜日深夜2時半キックオフの試合となっております。まあ、ソシエダホームで行われまして、少し日程が空きますので、この間に今回怪我をしたアリツの状態ですとか、現在精密検査を行っていると思いますので、どうなるのかなど、また事前にソシエダニュースとして動画をアップしたいと思います。ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。